はい、えー、こんにちはレトスノーノです5月8日の三問に入る前にアドバイスをさせていただきます昨日計画の目標を達成できなかった方へつまり計画立てたけれども昨日の計画の量ですねそれをちゃんとできなかった勉強できなかった方に対してお送りさせていただきます それは勉強をやれなかったのか、それともやらなかったのか。つまりこれやることができなかったのか、それともやらなかったのか。これを真剣に考えてみましょう。私自身も計画通り勉強できなかった時はあります。その時振り返ってみると、時間を作ろうと思えば作れたけれども、結果テレビを見てしまってえ勉強時間を作れなかったと。これっていうのは 勉強時間を作らななかったったてことなんですね今作れなかったって言いましたけども厳密に言うとそれは作らなかったんですよつまりやらなかったってことなんですね例えばあなたが入院していてもう動くことができないとスマホもいじれないそういった状況だったらそれは勉強ができないやれなかったやることができなかったと言えると思いますしかしそうじゃないってなったら何とでも勉強ってできるんですよね 例えばこの動画を見てる間であったとしてもこれもしかしたら、まあ、5分ぐらいですかね、えー、5分間は勉強できるわけですよまたお手洗いに行った時に例えば1問でも問題って解くことできますよねそういうふうに細かい時間でもやるってことがすごく重要なんですねでそれを続けていくと1回1回の勉強時間を徐々に増やしていくそうすると計画通りできるようになってきますんでまずは勉強やることこれがすごく重要になってきますそれでは本日の問題に入ります A の費用者 B と C の費用者 D の行為につき E に対して使用者責任を負うとき A が損害賠償金を全額支払った場合 A は C に対して求償権を行使することができる丸か罰かという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいえ答えは丸ですね まず、この状況を確認したいんですけれども、まあ、費用者は従業員ですよね。で、A の費用者は B だから、従業員 B の使用者は A なんですね。会社が A っていうイメージですね。で、費用者 D、従業員 D の使用者は C なんですね。で、B と D の行為で E が被害を受けたという状況です。B と D の行為で E が被害を受けましたと。 で、B の使用者である A が損害賠償したんですね。全額支払ったという状況です。で、この場合、A さんは、使用者 A は使用者 C に対して求償できるかっていうことが質問されているわけです。で、一応図を書くとこんな感じですね。従業員 B がいて、その使用者が A。従業員 D がいて、使用者が C。 そして B と D の共同不法行為によって E に被害を与えちゃったという状況なんですね。そして A が全額賠償したという状況です。えー、弁済って書いてありますけども、まあ、賠償したと。全額賠償した。で、A さんは使用者 C に求償できますかというところが質問されているんですけども、これ求償できるんですね。負担割合って、これ、過失割合って考えていただくと分かりやすいです。 B と D の過失割合に応じて急所できますよってことですね。まあ、今回の問題は求症できるかどうかを聞かれているから求症、まあ、できる丸っていうので終わりなんですけどもどれだけ急所できるかっていうとこの過失割合に応じて急所できるよと、まあ、いうことです。まあ、イメージとしては、まあ、D さんの方が、まあ、過失の割合が大きかったと D さんの方が責任重くて B さん責任軽かったっていうのであれば A は C に対して 比較的大きい金額を求償できる、請求することができるとい、まあ、ったイメージですね。で問いにですね、えー、取引士、いわゆる宅建士です、が業務上過失傷害の罪を犯し、10万円の罰金の刑に処せられた場合、当該取引士はその登録を少女されることはない、ルかツかという問題ですえ。答えは、登録少女されることはありませんので、丸になります。 取引士が登録証女されるのはどんな場合かっていうと、この4つのパターンですね。不正手段によって登録を受けた。もしくは不正手段によって取引士の交付を受けた場合。2つ目が登録の結核自由に該当する場合。3つ目が事務禁止処分自由に該当し、特に上場が重い場合。4つ目が事務禁止処分に違反した場合。この4つなんですね。で、今回の内容っていうのは、 業務上過失傷害の罪を犯して10万円の罰金の刑に処せられたって書いてありますね。で、これっていうのは、今話した1から4に該当しないんですね。したがって、登録証女はされません。なので、登録証女されることはないっていうのは、丸になるということなんですね。で、注意していただきたいのは、傷害罪による罰金刑を受けた場合なんですよ。この場合っていうのは、登録証女されます。どれに該当するかというと、この2番ですね。 登録の欠格自由に該当する場合これに当たるんですね障害罪による罰金刑っていうのは登録の欠格自由に該当してしまいますので登録少女処分自由に該当するとつまり登録の欠格自由に該当するから登録を取り消されますよっていう話ですここの2つはきっちり対比して頭に入れていただければと思います引っかかった方は注意してくださいでは問3です宅地造成等工事規制区域内において行われる切り戸であった 当該霧道をする土地の面積が600平米かつ高さ1 5メートルの崖を生ずることとなるものに関する工事については都道府県知事の許可が必要である丸か×かという問題ですで答えはこれ丸ですね「切り道をする面積が500平米を超えているので知事の許可は必要となってきます」「宅地造成等工事規制区域内において 下記、いずれかに該当する場合、知事の許可が必要です。一つ目、霧道、もしくは森道する面積が500平米を超える場合。二つ目、霧道して高さ2メートルを超える崖を生じる場合。三つ目、森道して高さ1メートルを超える崖を生じる場合。今回は1ですね。600平米なので、500平米を超えています。なので、知事の許可が必要ということになります。 で、ちなみに今回は2番これ満たしていないですよね。満たしていないんですけども、3つのうち1つでも満たせば許可が必要なんですね。この点は注意をしておきましょう。これは基本問題なんで絶対解けるようにしていただければと思います。そして弊社レトスは個別指導を行っております。無料では教えていない問題文の理解の仕方についても個別指導では教えてますので、勉強してるけれどもなかなか実力が上がらない。そういった方はぜひ個別指導をご検討ください。 問題文を理解できるようになれば、引っ掛け問題にも引っかからなくなるし、また応用問題も解けるようになってきます。卓研試験は一回で合格できる資格なんで、今年絶対合格しましょう。まだチャンネル登録していない方は、上のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう。